はい。ちょっと皆さんに聞きたいことがあるんですけど、まあ、自分、まあ学生なんですけど、試験勉強とかで記憶する、まあ暗記もの,の、まあ問題が多く出るようになったんですけど、どうやったら暗記しやすいのかっていうのをちょっと教えてもらいたいんですけど、まあ、例えばなんか覚えるじゃないですか。 それで次に覚えたものを覚えようとすると最初に覚えたものを忘れてたりしちゃうんですよ。で、そこでどうやったらちゃんと覚えられるのかっていうのをまあ聞きたいんですけど、よければ動画のコメント欄にお願いします。